槍川の陣か。人暴れしてきたそうだね。手下が生きて戻って境取りでも手に入った。ようやく大鷹を相手に渡り合える。行き先はつかめたか。まだだ。でもいいことを知った。留守の間、大鷹が樹脂に当てた文を手に入れた。ある侍を生け捕りにしたいようだ。名はあったか。いや、でも誰のことかは見透かせる。わからないのはなぜ大鷹はあんたを生かした。一度大鷹は俺を捕らえたが逃げられた。やり残したことがあるのだろうな。隠してることがあるようだね。不可陣、大鷹は見つからずじまいだったが、猛虎の石膏に出会わせたんだ。奴らこっちに向かってた。崖には猛虎が大勢いるぞ。隠れ家には見つからずに入ったが、遅からずここが見つかっちまう。復讐であろう。我らは戦船を沈め、訓備士を切り伏せたからな。船で逃げるしかない。二度と故郷を取り戻せなくなるぞ。死ねってことか。奴らを集落から離し、陸で戦おう。多勢に無勢だ。侍との戦では地の利を生かしたはず。不意打ちはどうだ。俺たちがよく知ってる地で。木田触れの村。策は。天蔵、皆を集めな。すぐに立つ。幾人か先に行かせた。猛虎を木田触れに釣り出してくれる。不意打ちの備えも進んでる。村の者はどうする。もぬけの殻さ。人斬りが滅ぼしたからね。父は民をなで斬りにしておったの。己はただ見ているだけであったな。矢倉だ。この地を見渡そう。猛虎はここに釣り出される。だけどどこから来るかは分からない。見込みのある地に人を置き、我らは馬上で控えよう。伸びを止める手立てだな。待ち受けて撃つ。これほど早く行動を射抜いた奴はこれまでいなかった。人を置くにしても広すぎる。どこがいいんだろうね。父のように罪なき民を殺すつもりのようだな。林だ。あそこに巣人忍ばせよう。戦船から奪ったのろし筒が使えそうだな。猛虎を見た刹那に打ち上げさせる。いい合図になるね。あばら屋と蔵に人を隠せるか。村の者が隠れた場所、おののき叫びながら。猛虎が近寄らなかったら、騎兵で税の脇をつき腕ずくで寄らせる。あそこはどうする。この村の者は己の父を見た刹那に死ぬ定めを悟ったはずだ。村人が退却した地。おい、今何と言った。いや、兵が不利になればあそこに退却だ。ありもので補っておいた方がいいね。おのおのを配置へ。我らは後方だ。己の父はこの地で恐怖をまき散らした。己が防げたはずの恐怖。配置へ急ぎな。猛虎を見たら合図を。ここの村人が退却した時見てたな。あの鬼のような仕打ちも。あれが鬼だと。丸腰の村人が残らず殺されたんだぞ。兵を隠しておったからだ。無実の連中もな。奴らに戦の作法などなかった。不意打ちや罠で大勢を殺し、寝首までかいたのだ。だからどうした。身を守ったまでだ。この村の出の友がいた。あの戦で首を切り落とされて、探し当てるのに7日と7晩かかった。つらかったであろうな。どの口が、
友の首を探し回る辛さ、わかるわけがない。酒井が何人殺したかは知ってんのか。あまただ。俺が止めるべきだったが。止めなかった。だから他の奴が止めた。俺の目の前で助けられたはず。なのに。なのに。来たぞ。馬に乗れ。来ました、やつら。敵だ。天蔵、陣、続け、一息に行くぞ。不利になったらここに戻ってくるんだ。小勢が残って守る手はずだ。父を殺した者と共に戦う。父は悲しむぞ。このまま突き入る。一人も生かすな。終わったぞ。楽な相手だなあ、ジン。幸先は良い。合図、猛虎が来てるんだ。よし、馬に乗れ。ああ、昔を思い出すね。深は楽しんでおる。かように侍を殺したのであろう。猛虎をもてなしてやるぞ。火薬だろう、荷車に乗せときました。よくやった。見ろ、来たぞ。樽を狙え。あったる。Yeah!
べて倒した。今のところ滞りない。あの有様は忘れられぬ。人の生き地で土が赤に染まっておったの。さあ刮目してみよ、酒井忠の所業を。人斬りの戸賀を。黙れ。今度は西からだよ。いつまで続くんだ。行くぞ。大事ないか。ああ急ぐぞ。不可、後ろの守りは整ったか。今少しかかるはず。ここで猛虎をとどめねばならん。調べてみるぞ。猛虎に捕まったのか。下がれ。俺が忍び込み奴らの隙をつけ。外してやる。逃がしてやる。ありがとうございます。恐ろしかった。また合図。四方からだ。大鷹族が動いた。数が多すぎる。勝負にならねえ。ここまでか。お主ら馬に乗れ。櫓まで引け。そこで迎える。ジン、先駆けろ。下がれ。一度引く。俺たちの仲間だ。猛虎に追われてるんだ。助けるぞ。
守りまで引く。せきとどめろ。死んでも負けるんじゃない。お前は死ぬのが衆生のためだ。ジン、お前は死ぬのが衆生のためだ。覚えがあるぞ、父上の仇。幻だろ、大鷹の毒だ。もう一度唱えてみろ。その首切り落とす。やれよ。この土は人の血を好む父上様が吸わせたからな。少
救おうとなされたのだ。父上のことをなぜ黙っておった。俺をたばかったな。騙してたわけじゃない。酒井忠は敵だったが、あんたとは、なぜかようなポンプな父を害した。知らねえよ。運だ。酒井は何十も切ってぶっ倒れた。足を折ったんだろうな。俺はとどめを刺しただけだ。俺、さっさと殺せ。いや、まだだ。父上を戦場谷に誘い入れたのだったな。同じ手を大高に使う。俺たちだけじゃ無理だ。深と話せ。谷で落ち合うぞ。あんたの素性を隠しきれないなあ。分かってんのか。構わん。全て明かせ。俺の名も息のため戦うことも、父上とは違うことも。さなくは己を斬っていた。来るとは驚いたな。それはこちらも同じ。フカ、俺の正体を天蔵から聞いたな。そうだね、酒井。戦のただ中じゃなかったら、あんたらにハエがたかってたはずだ。睨み合ったままでは命を落とすだけ。まず大鷹を切る。落着はその後。いいぞ。あんたの策を聞かせてくれ。いかにして海賊が猛虎の勢を倒すってんだ。お主らが武士勢を任した手立て、戦場谷に誘い込み、父上を殺し退却を強いただろう。この策を猛虎に打つ。どうやって誘い出す。狙いは俺だ。そそのかせば谷まで追ってくるはず。そこで不意打ちを仕掛ければ残らず殺せる。悪くないかもね。まずは大鷹を探す。今もどこかで毒を撒いておるはずだ。石膏が回ってる。見つかるさ。その後は俺に任せよ。俺も加えてくれ。やがては隠れ家が見つかって燃やされちまう。この木を逃すわけにはいかねえ。あいつが罠にかかるか見届けたい。決まりだ。天蔵は石膏を頼む。私は谷へ。俺は支度を済ませる。大鷹狩りは一度きりだ。抜かるな。ジン、大鷹族を見つけた。不可の手はずは。仲間を谷に集めた。あとは誘い込むだけだ。石膏のところへ。大鷹族を見張ってる。俺があやつをおびき出す。あんたが狙いだと聞いたが、毒当たりの侍にどんなようだ。俺を樹脂に変えたいらしい。は？堺砦の猛虎兵からそう聞かされた。毒を飲まされたんだろ。霊薬とやらは飲めば毒になるが、
樹脂になるための儀礼だそうだ。まだ幻は見えるか。ああ、ひどくなる一方。いずれ狂い死ぬ定めとも聞いたのではないか。天蔵、こっちだ。奴ら侍を求めて島中を探し回ったら。大鷹もいるか。あいつは勢を止めてそれから鷹を飛ばしてた。見つかってないぜ。見渡してみるぞ。目印は兜、難しくはない。いたぞ、大鷹だ。どこだ。いないぞ。よく見ろ。見られた。逃げろ。ようやく見つけた、酒井陣。八方を探し回ったぞ。まずい。目を覚ませ。我が花向けを受け入れ樹脂となるがよい。あれは毒だ。我を拒めばこの地で果てる父の王。あれどこだ。天蔵、大鷹が逃げた。探せ。あいつは外からいない。ならどこだ。どこにおるのかの。静まれ。この島のいずこが心を引く。再び相対すべきところはどこだ。もしや戦場谷だ。父上が殺されたところ。部下が危ういぞ。大鷹を侮っていた。あんた、まさか樹脂になってないよな。俺たちを裏切ってないよな。疑うな。砦で毒を飲まされた時、あやつが別人に見えた。その時明かしたかつてのお前らの策を。谷でのこと知られてたのかよ。俺らが味方して何か企んでると気づかれたんだ。出し抜かれたが、まだ負け戦ではない。Oh!
あいつら不意に現れた。何があった？それは後だ。大高を見たか？大勢を率いて手下を殺しやがった。隠れ家に引き返そう。この気を棒に振らんぞ。この地で大高を倒す。これだから強情な男は。行くぞ。聞きな、大高狩りを続ける。谷を進め。手遅れだ。戦は終わったも同じ。誤ったな。父も嘆いておろうぞ。祖父がまたしても誤ったのだから。失っておるな。この戦も幻やもしれぬぞ。ジン、しっかりしろ。平気だ。酒井ジン、再び会えた。大鷹なのか。父の今はお忘れたか。骨が砕け血が流れる様見ておったであろう。幼かった。侍がそれを言うか。故に求めに耳を塞ぎじっと隠れておったのだな。ジン、生きてるか。いや、構うな。体はどうだ？声が聞こえるだけでなく、今は姿も見える。この場所が悪くさせてんだろうな。いよいよ疲れたのではないか。来い、安らぎをやろう。黙れ、切り殺してやる。ジン、正気に戻れ。己が恐怖する。それは谷中に響いた断末魔の叫び。その苦しみ払ってやる。地獄に落とすぞ。Let's go.
分かっておろう。大高は東だ。俺を待っておる。あんたの勘には二度と頼らない。一人で行け。私らは別の道だ。俺はジンと行く。助けてやりたい。二人とも死ぬな。続け、猛虎を叩き。その傷がうずく地へと入れよ。癒してやるぞ。静まれ。ジン、お前は戻れ。今さらだ。この場所は父上が死んだ地。霊薬がこの地へいざなった。何故であろう。己を下すためだ。いいな、癒すためだ。幾とせも見やらずにいた生傷が霊薬によって晒されたのだ。誰が望んだ。あれは毒に過ぎん。常闇に囚われてはならぬ。蒼天の国へと魂を飛び立たせるがよい。守るべき民を見下げるなど少子。父をほふった民でさえも。ああ、差異はない。過ちだ。天蔵は他を。俺は大鷹を撃つ。ダン。この地で惨めが息の一くずにほだされておると知れ。命を超え、あの人コトンなど属州の一人。であった戦人として。面目ござらぬ。わしに家にだ。堺の家名は汚された。息の者は我らを鬼だと。時としてなさねばならんのだ。鬼となってもいたわしかったな。いずれもされど大事なこと。それは戦場での話。親子は大事ではないと。あれが死んでから息子をどうすればよいのか途方に暮れた。
故に武士として育てた。もうよいか。やれ、やるべきことを。家名の恥をすすぐのだ。仇を。切らんか、ふぬけ。切らぬ。俺は父上ではない。あなたは好きに生きた。あの死もあなたの咎。が先祖の裁きを受けるであろう。必ずや。死ぬのが主情のためだ。無事か？平気だ。お前はまだ聞こえるか？いや、すまなかった。もうよい。これで落着。他の奴にも知らせなきゃな。行け。後で向かう。待たせるなよ、ジン。闇に隠れ。
手を伸ばしたるテテ君も。今は浄土に眠りたるかも。お侍が何か言いたいみたいだ。フカ、天蔵、達者のようだな。大高が死んだからね。よく励んだ。お主もな。我らで大高族の残党も退けよう。聞いたか、我らだと。後でまた寄りな。口堅い侍の手を借りたいことがある。傷は痛むのか。お前の前では平気だ。笑った時しか痛まねえ。たわごとを言う力はあるな。だが前のように刀は触れない。罪のない秋人が襲われなくなるな。これからはいかにして生きる。まだ大勢が大鷹の毒に苦しんでる。薬がなくても世話はしてやれるし、いつか言えるかもしれない。お前のように。俺はあの毒によって父の死を思い出し、仇を討てる折を得た。それから己が死ぬことよりも父が嘆く方がずっと恐ろしかった。父ではなく自らを生かしたことを悔やんできたが、己と父を許した。なるほどな。潜む闇は消え去ってはおらんが、それもいずれは。それが癒す手立てかもな。かつての戸賀を探り、恐怖と相対することが。そうであろうな。幾とせ前には思いもよらなかったことを言うが、お前と行き合えてよかった。俺も思いがけないことをするぞ。ありがとう、ジン。